見見れば見るほどプレミアハウスを目指しして東東海東京証券がお送りしますはい、クリオネブルドッグさんのお便りですけれども「関越道バス事故判決」という書き出しであります、はいえー「判決を受け止めることが我々に対する誠意だ」というふうな書き出し遺族に笑顔なし7人が死亡38人が負傷した高速バス高速ツアーバス事故で。 運転手だった河野火山被告45歳に懲役期9年6ヶ月罰金200万円を言い渡したと、えー。この25日の前橋地裁の判決であったわけですが、法定刑の上限に近い量刑だったが愛する人たちの家を手に、閉廷後の記者会見に臨んだ遺族に笑顔はありませんでしたと。これは新聞の伐採を あの、抜粋。抜抜抜の記事を貼っていただきまして、はい、この後から、この方のご意見。やりきれませんね。そもそも争点が、被告が眠気を感じていたかどうかですよね。被告は、事、え、故、ー、前に眠気を感じたことはないと言ってましたが、それがもし認められたとしたら、無罪っていうのも、なんか弁護側の主張もどうかしてると思いますが、法を、うん、逆手に取ったんでしょうし、 遺族も今の方ではこれが限界と言ってる方もいましたし、そういうことなんでしょうかね。いつも、えぇ、ー、過いけないのかもわかりませんが、かっこ閉じる。もし私が遺族だったらとかいう視点で見てしまうんですが、まあ、あの、 その立場になって考えるということはね、はいあの、いいことだと思いますよ。見てしまうんですが、被告はもちろんですが、無罪を主張する弁護側にも、どす黒い感情を抱き、何をするかわからないほどの感情を抱え込んでるんじゃないかなと思います。落胆してすべてに信用できない絶望的感情に襲われたりして、あと、追うかもわかりませんね。そんな事件も報道されないだけで、あったかもわかりませんしね、と。みんながみんな、 あの判決やなんかでね、はい、いろいろちゃんと調べて専門家がこれですよというような判断を下すのがまあそれが判決ですけども、はい、みんな納得してるだろうかなというねうん、うん、法律によってこういうふうに裁きますということが果たしてどれだけ納得できるものなのかなというとこですね、はいはい、でまあそこでいろいろ前々からの話ちょっと広がりますけれどもまあ裁判官とか、はい あの検事とか弁護士とかっていう人たちは、一般の庶民の生活はちょっとかけ離れたところにいると、もしするならば、民間の人の判断を、うん、裁判の中で入れていこうというのは裁判員制度ということなんでしょうけどもね。裁判官の,その考えとか気持ちというのではなくて、うん、あ,のあの人たちはその、今ある法律に照らし合わせて、それに。 そぐうかそぐわないか、うん、そこにこう持ってきたときに、この、うん、事件とかまあ裁判っていうのは、うん、物事っていうのは、どういうふうに判断されるべきなのかっていうのを、まあ、言ってしまえば機械的に判断しなければいけない、うん、立場なので、ただやっぱりそこには人の気持ちというものがどうしてもついて、でもその人の気持ちを判断して、いいのか悪いのかっていう問題がまずあるわけですよね。うん で今までそういうのを排除した中でということでやってきたんだけどやっぱそれはちょっとおかしいんじゃないかというところでその人の感情というところを裁判員制度というのでこう補っていこうみたいなところがあるわけですけど始まってから量刑はちょっと上がっているらしいです、はい、はい、今まで専門家同士でやっていたのに比べてちょっとこうねえ,ーはい、えっという,うなところも僕らもあったりするり、はい、ちょっと反映はされているけど、まあ、今回その話はちょっと別としても、ね、えー、えという感じを抱きます。この人は自分が 遺族だったらそんでああなるほどなななととといいいううここにはらぞとです、はい、ピンピンダラリンさんから頂い,いておりますが、まあえー、この方もね罰金200万円を言い渡してという最初の方にいろいろ書いてあります事故のこと詳しく説明があって、うんはい、その後高速バスツアーは2000年以降の規制、えー、緩和で生まれたあことですけれども。えー 国土交通省は競争の月下で安全性が優先されていないとして、10年、2010年末から見直しに着手、高速バスツアーを廃止して乗り合いバス一本化する、えー、動きも早め、貸し切りバスへの、えー、委託を制限、夜間の一人乗務距離も 400キロに縮めたという処置をしたわけですね。しかし、その後も中央道や名神高速、北陸道などで事故が出ております。これ、を記憶いろいろありますよね。はい、バスというのは路線を走る電車と比べ危険性は高いと思いますので、運転士の健康管理や運行管理は高いレベルが必要だと思います。まあ、仕事のきつさなどで人手不足になっているようです。 私の感じでは夜間の一人乗務距離を400キロに縮めたと言っても自分が私が自分の車で旅行する感じからするとかなりきつい距離だと思います安いバスツアーに飛びついておりますけれどもこれもまたいろいろ考えもんですよね、はい、うん安いからいいだろうということでまあ僕らも利用するんですけども、はい、安いということはそこに働く人たちの労働条件はどうだろうと、うん、ねっ 高いんだったら結構あの,あの人らもらってるでっていう,うなことになるかもわかりませんが、はい、僕らがこれ安いなと思うということはあのやっぱり労働条件にもそれが反映されていくんでしょうかね。 そうですね。ねねというようなこと。まあ、人の命ということからするとですね、こちらの方も、まあ、話はガラッと変わりますが、共通してあるのは人の命です。つぼ食堂小高支店さんからいただいておりますが、厚生労働省は昨日、特別養護老人ホームへの入所を希望している待機者が全国で52万1688人に上るとの、 えー、調査結果を公表いたしました。はい、ということです。入所の必要性が高い、要介護4と5の待機者は8万6051人となりました。施設の入所を待つ間、家族が見ることになりますが、今は高齢者が高齢者を見る、老老介護で待ったなしですよね。自分の父親も要介護5で、えー、自分では何一つできないほどですが、主に面倒を見ている母が倒れたら、 とにかく、どこでもいいから、預かってもらえる施設を、ケアマネに探してもらわないといけないんです。こういう事情。ね、はい、キングボンビーナミちゃんからもいただいておりますけれども、入所、待機者、52万円、3分の2が、重い、妖怪度、妖怪ご度の人たち。で、高齢化が進み、4年間で10万人増と。 いうこ、ん、と。どんどん増えていってますね。要介護は1から5段階まであり、数字が大きくなるに従って重くなっていきます。これからもっと要介護が増えてくるということを政府も把握して対応してほしいです。私も前まではそこまで要介護とかいろんなことは わかりませんでしたが今介護のお勉強しておりますはい、うん。で、それをしていて現実問題をいろんな講師から聞かされてこの現状を大変なことなんだとわかるようになりました、うん、一刻も早く政府の、えー、対応策を祈るばかりでございますとやっぱ勉強してみると現場の声が聞こえますからね、はい、この人は実際に介護の世界にまだ行ってませんけれども、うん、今勉強中ですとそういった現場はこうですよ こういう風なんですよというような、はい、講師の口から出る言葉は、うん、これ大変だぞということですかね。はい、A69 助さんからも4月1日から我が家の近くでえ特養ホームがオープンしますがそれでもこんなにも待ってる人がいるということは驚きですと。ね。はい、できたということですからこれで減るかなと思うといやこれ近所に1軒ぐらいできても 結構全国的に見ると、すごいことなだよね。はい、はい、や、刑事に水なんだよ、ね<え>うそういえば私の母ちゃんも、要介護認定後でしたが、施設に入るのに3ヶ月待ちました。これでも無理を言って早く入れてもらえた方なんですけどもね、ということですね。この方もやっぱ身近にいらっしゃる。ヘンゼルはグレテルさんからいただいておりますが、まあ、こんなことね、ずっと少子高齢化と言っているのにね、これ、過疎、 あのね、わか,かってることじゃないでしょうかどんどん増えてくる。そもそも民間は特養を作れない土地を寄付して社会福祉法人にすれば作れる。建設費の半分近くを補助してもらえ、その後もほぼ満員御礼だが、地域ごとに何章、まあ,のあれですよね、えー、が決まっているから。ねえ、えー 今後もえ、ごめんなさい、決まっているから、手を挙げても簡単に認可が下りないし、基本的に介護保険料が上がるから、自治体は施設を作りたがらないという制度上のつけを国民に回している。で、その前に、相談に行く包括支援センター、こういったところで、はい、まあ、あれで相談したり、 ね、いろいろ認定してもらったりとか、ねはい、はいはいはい認定とかするんですかね。まあ、うん、包括支援センターなるものは、えー、土日祝日が休みのお役所仕事、家族が揃って相談に行こうと思ってもわざわざ休みを取らないと相談さえできにくいし、ケアマネージャーを抱えているところも土日は動かないし、本当に相談にし、えー、相談しにくい、えー、そんな時間帯に。えー 設定していいるという、うん、何やら、はっきりこの社会役に立たずの代物であると。はい。役、役に、役所なんだけど、はい。役に立たない。あ、役所というのは役に立つところなや。ねいろんな役目をするところ役目をするとこ。でも役に立たへん。ね、うん、えー、ということ。それに、病気で入院した後も、本当に医療やリハビリが必要な人が、 早期退院に追い込まれ難民になっている医療制度もおかしい。自宅に帰っても医療やリハビリを受けたいという人が医療ケアを求め、特用にと移っていく現状が、えー、あるのに、見て見ないふりのつけがこの現状を作っております。消費税導入時、福祉目的税と言っていたのに、保育園は足りず、これも待機児童。はい、ね、待機老人 みんな待ってるわけ、はい、ね保育園は福祉目的税と言っていたのに保育所は足りず老人ホームも足りずどこにその税は行ってんね、うん今回また3%上がりますからね消費税、はい。はい、上がるでも今まで福祉ですよ、うん、福祉ですよと言っていたのにこの状況ありさまは一体何やとどこに流れているよ そのためにっていうことで私たちは我慢して払っているのにと、うんはい、ね、うん、ということで道路や施設は経済効果って呼ばれ命の根源に関わることがコストになっていることで、えー、終わっております、えー、介護認定も命が尽きる最後の最後まで介護保険料を取るため 人間に点数をつけて振り分け、国や自治体の動きやすいようにしているだけの便利なツールになっているだけで、高齢者を敬うものではないと思います。順番がやってきた、順番が来た時には命が尽き、家族は心身ともボロボロです。こうやっていつも、 何でも国は問題提起するだけで問題解決は国民に丸投げ。政治家は全く別事件で手厚い介護も受けられるから何も真剣に捉えていない。それが今の日本。今で、今でこれでは 50. 第0以下はもっと恐ろしい現実が待っているのかもわかんないというようなことで、お話したもう、長々と、うん、あの、今の不満を書いていただきましたで、はい。でも、ね、本当にそういうことで、はい、かなっていうふうに思っちゃいますよね。うん、この方は今おいくつなんでしょうか、うん、あこの方はね、あの40代、ごめんなさい、30代の方ですけども、はい、50代以下はもっと恐ろしいという。まあああののことあの ね、うん、国からいろんな援助ということに関しましても、ね、はい、うん。どういうことにこれからなっていくのだろうかということですよね。はい、はい。まあ、あの、命にか対しての二つの出来事は、うん、全く別々のことですけども、何やらちょっとね、寒々しいなという気持ちで読ませていただきました。